オランダの涙。中の泡は真空である。オランダの涙は溶融させたガラスを冷水に落として作られた雫型のガラス製の物体である。雫のシリビブオルト全体が爆発的に破砕する特徴を持つ。17世紀にはヨーロッパのガラス工房でその存在が知られていた。英語ではプリンスルパート、エスドロップと呼ばれ、これは 1661年にイギリスで行われた実験に立ち会ったカンバーランド・コールパートにちなむ。このため日本語でもプリンスルパートの雫あるいはルパートの雫とも言う。水中に落ちた溶融ガラスはおャクシの尾が細長くなったような雫型に冷却される。溶融ガラスを冷水に落とすと雫の内部が熱いまま外側が急速に冷却される。 最終的にガラスの内部まで冷却される頃にはすでに固体化している外側部分が内側に向かって収縮している。この収縮で外側部には非常に大きな圧縮応力がかかり、各部分は引っ張り応力の状態となる。これは強化ガラスと考え方は同じである。頭部はハンマーによる打撃にも耐えられるが、尻尾部を折ると全体が爆発的に破壊する。このように、 非常に高い残留応力により特殊な性質を持つ。オランダの涙自体は粉々になるので破片で怪我をすることはないが、破砕実験をガラスの容器内で行うと容器が破損し仕を切る恐れがあるため、厚手のビニール袋の中で行うのが良い。尾の部分が破損すると不定形の原子構造に蓄えられた巨大なポテンシャルエネルギーが解放され、 それが超高速で材料中を電波し破砕する。最近になって超高速ビデオを使った破砕実験により尻尾部分で開始される亀裂前縁が超高速で頭部の超力ゾーンへ向かって電波するのが明らかにされた。雫を変更版を通して観察するとその内部応力が綺麗な模様となって浮かび上がる。ありがとうございます。